ドクターストーンではさ、俺、司がめっちゃ好きなんだよね。司が一番大好きなんだけど、司のフィギュアってさ、まだ出てないよね。俺、司のフィギュアすっごい欲しいんだけど、あのキーホルダーみたいなのしか持ってなくて、フィギュア出てないんだよな、司。めっちゃでかいマッスルのやつ、もう筋肉すげえやつ。大丈夫、大丈夫しいよな。鈴木よし2個ぐらい買いたいもん、司の。で、今回ね、その数少ない、ドクターストーンのさ、フィギュアってあんま出てないんだよね。その数少ない、あの、フィギュアの中で、商品の中でこのね、琥珀がなんとギャルズで出たんだよね。絶対クオリティ高いでしょ。なんと言ってもギャルズだからね。画像の時点でやばかったからね。俺あのプレ版で買ったんだけど、プレ版のサイトでも出てて、写真たくさんね。すげえクオリティが。まあギャルズだから当然だよな。つぐさ、俺チライのさ、ギャルズまだ開けてないんだよね。ずっと一回でも去年。一年くらい前に買ったやつ、まださ、開けてないんだよね。レビュー動画撮らなきゃと思ってるんだけどさ、あれすごいさ、リクエスト来てたんだけどさ、俺、まだ開けてなくて、あれ次回開けるわ。あの、ギャルズのチライね、ドラゴンボールシリーズのチライは次回開けるって、今回はあの、ドクターストーンの琥珀を、今回別にあの、プレ版特典とかはないみたいだけど、ちょっと開けて、ちょっと白い紙、これもいらないから、破って、箱ちょっと見たいよね、箱。こんな感じになる。おぉ、すげえ！さすがギャルズではな、このクオリティ。やばくね。もうさすがギャルズとしかもう言いようがない。このゴソンガフェイスよ。クオリティ。なんと言ってもやっぱギャルズシリーズで出てくれるっていうのが嬉しいよね。琥珀のさ、このフィギュア、追加付きだし。半端ねえわ、さすがギャルズ。なんかもう、本人ではね、アニメのさ、平面的な世界からさ、この世のさ、3D。三次元の中に飛び出してきた本人だよね。このギャルズシリーズで出た時点で勝ち組だよな、マジで。ギャルズで出た時点でさ、このキャラ勝ち組になるよな。クオリティの勝ち組。うわ、すげえわ。やっぱり。もうブリスターから出す。うわぁ、前から分かれ。マジ飛び出し本人じゃねえか。もう漫画からアニメが出てきてるでしょ、これ本人が。すげえ。クオリティの高さよ。もうスイカガチ嬉しいんだけど。スイカ。付属パーツも豊富でいいよね。いろいろついてる、付属パーツが。台座は特に何も書いてないな。これドクターストーンとか書いてたらよかったね。ドクターストーン琥珀みたいな感じでネーム入りのさ。そしてこれがスイカ。やべえな、これスイカめっちゃ嬉しいんだけど、ガチ。思った結構。スイカ重量感あるな。多分穴開いていくから、スタンドにセッティングできるのかな、このスイカも。わ、すげえいい感じだわ。もうまさかのスイカついてるっていうのが熱いよね。琥珀本体だけじゃなくて、スイカも、めっちゃ可愛い。スイカ、めちゃくちゃ可愛いんだけど、これ。これだけでも売っていいレベルじゃない？ 500 円くらいで、スイカ別売り500円、オプションとか言ってさ。でもってこれがメインディッシュのメインディッシュ。うわぁ、琥珀本体、すげえ！クオリティ高っ！さすがギャルズだわ。ちょっとシートを取って、ちょっとシート邪魔だから、もうシートついてないね。え、マジすげえわ、これ。なんかギャルズもさ、どんどん進化してる気がする。ちょ、やばくない？なんかどんどん、クオリティ上がってきてない？新しくなるにつれて、ギャルズ。すごいな、このクオリティ。髪の毛とかほんとさ、あの、絵柄、同じじゃない？この、髪の毛の描き方のさ、絵柄、その絵柄が立体になってるよね、これね。すげえわ！マジ、アニメの中から飛び出してきているわ。完璧に。素晴らしい！で、これを、足にね、あー、スイカ、これか。多分、これにセッティングするんだわ。単独で、スイカ。多分だけど、なんか箱とかにもね、特に書いてないんだよね、セッティングの方法。でも、こうとしか考えられなくね。単独で、こう、スイカを。かわいい。こうだよね。おそらくこうだと思うんだけど。でもって、あとは、こう。待って、どうつけんだ、これ。あ、こうかな。待って待って。でも、ここに、スタンドがあるから、これも、使わなきゃいけないわけだよね。っていうかさ、説明書ないかなと思って探したんだけどさ、説明書なくて、この横にセッティングの仕方が書いてあった。スイカのセッティング全然違った。スイカ台座につけるんだ。スイカも台座に差し込むタイプで、こっちはあの足を補助するパーツ。で、一応ね、金属入ってるから多分ね、めちゃめちゃ硬そうなリアル金属で支えてるから、ぶっちゃけ補助パーツいらねえかもって思うんだけど、まあ、一応あるから、つけた方がいいよね。で、この金属をここにぶっ刺すという。これすごくね、これ。金属だから全然もうなんか補助パーツ、もうフィギュアが曲がってくんのかな。で、一応補助パーツをつけないとこんな感じになるんだけど、すげえ躍動感あんな。本当さ、こんな感じだと思ったんだけど、スイカはもう台座に刺すから、これを取って、おー、めっちゃいい感じじゃん。スイカをさ、あの、台座にセッティングできるのいいね。で、こっちの補助パーツ、足の補助パーツにつけて、このミニ台座をつけて、右足の桃の裏にセッティングして補助すると。で、あとはね、あの、ナイフ。あの、この石包丁。このナイフを手に持たせて、完璧。これで、
パーフェクティな琥珀の、ギャルズシリーズの琥珀のセット完了、めっちゃクオリティ。いや、高すぎるわ。なんか肌のペイントの質感とかマジ本人なんだが、すごくねこれ。あとスイカね。スイカまさか台座にセッティングできるタイプだと思わんかった。めっちゃ可愛いんだけど。スイカこれポイント高えな。これスイカポイントすげえ高えぞ、スイカポイント。あと今取り付けたナイフね。一種膨張的なさ、このデザインもいいよね。この一種膨張的なこの造形。すげえいい感じ。このナイフ。ギザギザな感じがして、すごくいい。で、躍動感あふれる。このね、裾の部分。なびきを感じるような。すげえもう琥珀の強さが、このパワーがさ、この健康体、パワーがさ、みなぎってる感じがさ、もう生命エネルギーが溢れ出てるよね。内側から。クオリティ高すぎて。これで、あのね、13,000円ぐらいなんだよね。13,000円。これ13,000円のさ、価値はあるわ、ほんと。すげえ、もう髪の毛とかもさ、マジ琥珀だもん、これ。すげえなぁ、マジ本人だわ。琥珀本人。と、ただ、これを超えるね、ギャルズシリーズもう一個あって、なんと、胡蝶忍。この琥珀も半端なかったんで、それを超えるであろう、胡蝶忍。15,000円ぐらいの、胡蝶忍のギャルズシリーズも出てて、それもゲットしたから次ね、これも連続で撮ろうと思うんだけど、動画撮ろうと思うんだけどさ、この琥珀とちょっと並べてみようかなと。いや、どんな、ダブルでギャルズシリーズを。で、次回チュライ絶対もう開封するから。だからさ、この琥珀たちと一緒に、ついでにディスプレイして並べて飾ろうかなと思って。めっちゃいい感じだった。いや、これやばいわ。これ2万ぐらい出してもいい。このフィギュアだったら2万ぐらい。で、あとはこのクオリティで司出してくれ。司欲しい。司出してくれたらほんと泣くわ。筋肉すっげえ筋肉さ、片側の司。え、どのポーズがいいかな司だったら。いや、なんでもポーズかっけえかな司な。髪型も超かっけえし。マジドクターストーンでナンバーワンで好きなキャラだから、もう司出してほしいながちで。こんなクオリティ高いさ、もう紅白ゲット。あとはセン、まあ、センクはね、なんか画像出てたから。ちなみに HG のセリパと比べてみるとこんな感じ。全然、もう、大きさ段違いだよね。セリパで比べてみるとこんな感じ。すげえわ。さすがギャルズでこのシリーズでさ、セリパ出た最強だよな。セリパだったらどんなポーズになるんだろう。ギャルズで来るとしたらどのポーズを切り取ってフィギュアにするのかギャルズにするのかすげえ楽しみだよな。スーパーサイヤ人のセリパとかありえないシリーズっつってさ、あれスーパーサイヤ人のセリパめっちゃかっけえだろうな。金髪同士で並べられるしな。すげえいい感じだった今回の琥珀は。あとはもう司も、まあ、司はギャルズでは出ないけど、他のやつで司これぐらいのクオリティのやつ出してほしいな。すげえ楽しみだわ。ということで今回はギャルズシリーズの琥珀の開封レビュー動画でした。しかもスイカ付きっつね、スイカ付きっつ奇跡ミラコーとかあんな、めっちゃいいな。スイカのポイントガチ高えわ。あとは司だよな。司が出たらまた次回ね、動画撮ってみんなで見ようと思う。この琥珀はめちゃめちゃクオリティ高いから、ぜひねみんなもゲットしてディスプレイしてみて。超かっけえ。もう琥珀の強さがね、パワーがにじみ出て、この女めっちゃ強いからな。多分対魔したら負ける。対魔したら負けるよな。あんな体術使えるんだよさ。絶対負けるよな。で、やっぱ最強は司。いや、司欲しいな。司のめっちゃかっけえやつ、もう筋肉隆々のやつガチ欲しいよね。マジブロリーみたいな、まあ、ブロリーほどのさ、体格ではないけどさ、ブロリーみたいな強さを感じてめっちゃ好きなんだよね、司。だから司を早くゲットしたいわ。で、次は胡蝶忍を開封して、並べ、ちょ、琥珀と並べてみるわ。